スティからこんなに歩かされるのよ。もっと近場にしなさいよね。それは卑怯とは言わないんじゃ。じゃあそろそろお昼にしよっか。お昼？カレーでも作るの？それじゃキャンプだよ。探検だからその場にあるもので何とかしなくちゃ。何も持ってきてないの？お鍋や調味料は持ってきてるよ。材料はみんなで見つけよう。大丈夫なの？素人がそんなことして危なくない？パパに教えてもらったことがあるから大丈夫。私に任せて。火の加減はこのくらいでいいかしら？そうだね、もう少ししたらお湯も沸くと思うよ。あとはリンクとレイがちゃんと食べられるものを見つけてきてくれれば。ただいま帰りました。おかえり。ってそれ何？イタドリだよ。その辺にいっぱい生えてたんだ。もしかしてそれが今日のランチ？草でお腹満たすつもり？ちゃんと料理するから大丈夫。マホちゃん、ナイフ貸して。これを切り揃えてお鍋で煮るんだよ。あとは醤油で味付けして。よし、できた。これだけで完成なの？簡単すぎない？お腹壊さないかしら。おいしい。これでしょ？喜んでくれてよかった。じゃあここらでとっておきの食材を。じゃじゃーん、さっき見つけて取ってきたんだ。ねえ、それって食べられるの？明らかに怪しい色してるんだけど。食べられるかどうかは食べてみなくちゃわからないよ。いや、絶対やばいやつでしょそれ。ダメ、無理。リンクを止めて。そのキノコを鍋に入れるの禁止。